一つ相談。ありがてえ。制圧したぞ。Attack! Attack! Attack!
この地は我らが制圧したぞ。
向かってきたか。正面から攻め寄せると愚かな。おう、なかなか見事な陣を敷く。だが民のすることだ。どこかにほころびがあろう。よし、直ちに守備配置につけ。来たる戦闘に備えるのだ。よし、守りを固めろ。奴らは近づけさせん。そうなる武勇。さすが目立ってらっしゃる。敵の陣を突破できたか。援軍の働き感謝せねばならんな。
地は我らが制圧したぞ。守ろうか。計画が台無しではないか。よし、敵将討ち取ったぞ。王刀の虎、ここにあり。皆見るがいい。これが孫権殿の勇壮なる武勇。見事な武勇の王、いや、パンと弾んでやるぞ。足場を崩し、戦意を損。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。当店すでに死す。当店まさに立つべし。文具ども、天の奇跡を見よ。変な力のせいでまともに戦えぬ。誰でもよい、聴覚を撃つのだ。
蛍岩の力を我に与えよ。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。螺旋強引撃。どうだ。あの要所を抑えた方が勝ちそうじゃ。中高生なる南の守りが。なんという強さ。ここは引く。よし、敵将討ち取ったぞ。皆見るがいい。これが孫権殿の勇壮なる武勇。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。お前が聴覚か。その首、後頭の虎がもらい受ける。文具なる蒼天の獣よ、天意を受けて立った我を討つなどと申すか。今や漢の朝廷こそ俗臣が跋扈する幕府。民を虐げ、権勢を欲しいままにするその悪逆がわからんか。蒼天すでに死す、後天まさに立つべす。万事、天の声を聞け。あの要所を抑えた方が勝ちそうだ。急行せい。Yeah!